日本初となるダンスバトルエンターテインメントショー番組、R4 ストリートダンス、フジテレビ毎週月曜深夜0時55分から1時25分、初回は深夜1時15分、関東ローカル、が、7月15日、月曜日よりスタートする。写真、R4 ストリートダンス、キービジュアル番組では、日本のトップアーティストダンサーが集結し、クルーを結成。3ヶ月、1シーズン。 を通してダンスバトルを繰り広げ、ナンバーワンクルーを決定する。今シーズンは、異なる事務所に所属する4組のボーイズグループから、ダンスに定評のあるメンバーがレップ。代表者として集結。世界初のプロダンスリーグ、D リーグに所属する D リーガーから、自分のクルーに引き入れたいメンバーをドラフト形式で選抜し、6人組のクルーを結成。 結成された4つのクルーは番組から課されるさまざまなテーマに沿って複数のショーケースダンスバトルを繰り広げ最終的にナンバーワンクルーを決定する。1シーズン目では中塚司雄太、宮近海と谷口太一、ランの4人がレップ。として登場、トップアーティストとして活躍し、 それぞれ異なるルーツでダンスに定評のある4人が理想のクルーを追い求める模様をドキュメント形式で送る。そして、地上派、関東ローカルでの放送に加え、放送直後から FOD、TVer で1年間の無料配信を予定。さらに、FOD プレミアム限定のオリジナルエピソードも多数配信を予定している。中塚祐太、宮近海と、谷口太一、ランコメント。 番組のオファーを受けての感想をお聞かせください。ラン自分が今まで培ってきたものだったり経験値を活かしつつしっかりと胸を張ってパフォーマンスできるように頑張りたいと思います。視聴者へのメッセージをお願いします。中塚さ最近ダンスは日本でも盛り上がってきているので、この番組を通してよりダンスの魅力が伝わればなと思います。ダンスっていろんなジャンルがありますし、 いろんな表情があるのでこの番組を通して楽しんでいただきたいです。宮近、熱いプロジェクトが始まります。見ないと損します。ぜひ、この番組を通してダンスを好きになっていただきたいなと思います。谷口、この番組でしか見られないダンスや緊張感があるかと思います。なかなかこのような番組はなかったと思うので、見ていただけたらあっと驚くパフォーマンスをお見せできると思います。 ぜひ、ご期待ください。ラン、この番組を通してダンスの楽しさを知っていただけるはずです。これを見てダンスをやりたいと思ったら一緒に踊りましょう。テレビライフウェブ